移動時にかなりの G がかかる。下を構うように、な。対抗網は妖前に任せてある。お前は平井を存分に操り、その他大勢を担当せよ。了解です。しかし。なんじゃ。妖前、本気で戦いますかね。地上を挟んでは宮遣いは務まらぬ。奴はそんなことはよくわかっておるはずじゃ。 差し出がましいことを申しました。では。スーズ、残念です。本当に、一体、これはどういうことだ？本当に、妖精。 スパイだった。ひでえ話さ。妖精さん、嘘ですよね。嘘など言ってください。訳を言え、妖精。訳などありません。こうすることが僕が原始天尊様から命ぜられた使命なのですから。なんだと？僕の任務はあなたを監視すること。 スーズ、方針計画を確かに遂行するかどうか、近くでそれを見極めること。そして、あなたが計画に齟齬を来すような行動に出たとき、あるいは方針計画が無事終了したときに、これを方針せよと。 スーズ、あなたと出会えてとても楽しかった。それに、いろいろと勉強にもなりました。ですが、これでお別れです。やつは本気だ！ さて、戦闘開始です。 外して負けるのか。早まるな。ええ、我慢だらん。落ち着くんだ。どないします？あいつら完全に行き場を失って怒りまくっとるぐも。だからってここで一戦交えたところでどっちも無駄死にだって。こういう彦はあいつらにそう説明したはずだけど。んなもん聞きまっかいな。あ、まずい。 静まれ！慌てるな！ただの少人数の跳ねっ返りにすぎん！静まれ！
無用な戦いは避けるべしと説いたのですが、容易には収まらないようです。ですが、事態は必ず収拾いたします。ここは私にお任せください。友との約束を守りたいのです。 一人で何ができるというのだ。戦は人数じゃねえ。俺はそれを軍師殿から教わった。ん？これは血だ。親父、父上、何を？わしも行く。何言ってるんだ、親父。言った通り、 私は正規の旗だ。旗は兵の前にあらねばならん。さあ、二人とも手を貸してくれ。軍師殿、お前ら、 公彦の話を聞いただろう。院はすでにない。こんな戦いは無意味だ。俺たちは院に捨てられたんだ。そうだ、俺たちは戦の道具じゃない。ふざけるな。我らの思いを知れ。やめろ、言うとるやろ。分からんのか。構わん、突っ込んで。待てい、落ち着くんだみんな。 ちょっと厳しいです。突っ込めスープ。ダジャス。レーザー発射。おや、逃がしませんよ皆さん。 スースー、今のあなたに仲間を気にする余裕はありませんよ。丸腰のあなたに対して心苦しい気はしますが、スースー、僕の最高の技を受けていただきます。ぎゅー、あ、やめろ、それだけはやめてくれ。 大体光天球はパオペイだろうが、なんでスープに変身しとるんじゃ。これがスースーに対する僕のせめてもの敬意の払い方です。己と戦えということか。
すがですね、スース。ダフーバの動きを知り抜いて。ですがあなたも知っての通り、打神弁の力はこんなものではありません。すごいことになってきたね。わかりますか？見るという行為はこんなにも快楽を伴うものなんです。いろんな人たちの視線がいろんな思いでこれを見ている。ゾクゾクしますね。中身は妖然のままか。いいえ、スース。私はあなたです。このしつこさはあなたのものですよ、スース。わしはとんだ大バカ者よ。方針計画はただの茶番だ。何のことはない。仙人界がいいように人間界をいじくり回しているだけではないか。それをわしは、アホ面して遂行していたのだからの。だがな、二つの世界は何としても別でなければならんのだ。いいえ、所詮仙人界と人間界は対等にはなり得ないのです。仙人界は常にこの空より地上を見下ろすという視点でのみものを考える。すなわち、どう支配しようとね。あなたとお別れする前にどうしても一つ聞いておきたいことがあるのです。ほう、何かな。あなたは仙人界の人間界への不干渉を唱える。ならばなぜ正規の軍師となる道を選んだのです。その問い、前に一度どこかで問われたような。スース、なぜ軍師の話を引き受けたんです？成り行きかな。本当？本当本当。あなたの本来の使命である方針計画とどのように折り合いを？実はな、わしにも本当のところようわからんのだ。なんで引き受けてしまったのか。そんな無責任な。だがな、なぜかあの時、気象殿の申し出を引き受けるべきだと、そう思ったのだ。突き合い！うわぁ！もう少しだったのにな。本当にあなたは、無茶をする。わしがしつこい性格だと教えてくれたのは、お主だぞ、妖然。
太公望の八つ目一筋縄ではいかんのう。こっちもか。こちらもなかなかしぶとうございます、天使伝送様。お前も少し本気を出してみよう、ハクツル。あ、はい。どこにあった。油断するな、スープ。ラジャース。まだあなたの口から答えを聞いていませんよ、スース。何をだ。なぜあの時正規の軍師を引き受けたのですか。それはな、あの時捨てたからだ。捨てた。そうだ、お前はわしのあの行為を先導の人間界への干渉であるとそう思っておるのであろう。そうです。さらにあなたはナタクや雷神氏たちさえもその中に巻き込んだ責任がある。わしはあの時先導としての自分と方針計画の駒である自分を捨てた。一抜けたってやつよ。わしはこれからは人の世のものとして生きていきたいと思ったのでな。だがそのことを教えてくれたのは文中の言葉ではない。それを教えてくれたのはお前の言う通りわしが巻き込んでしまったあやつらだ。方針計画の駒のままでは奴らの気持ちに応えることはできん。わしはあの時方針計画より奴らを選んだ。これが答えだ。満足したか。これが知りたくてわしに変身したのであろうが、妖然。さすがの天才同士も人の心の中までは読めぬか。友とは良いものだぞ。死ぬな、スース。死ぬな、死ぬな、スース。裏切り者に何がわかる。俺たちはインに、文中に捨てられたんだ。そうだ、お前が見ても何の慰めにもならん。裏切り者の汚名は甘んじて受ける。だが戦場に取り残された惨めさと恐怖は誰よりも骨身に染みて分かっている。俺は確かに印を捨てた。だが文中は最後まで諦めなかった。それが大将というものだ。攻めを追うべきは大将失格のこの俺だ。キャッツ殿、キャッツ殿、お下がりください。聞いてくれ。今は過去の遺恨にこだわりいたずらに争っている場合ではない。未来に目を向け新たな世を建設しなければならないんだ。そのために力を貸してほしい。
揮発だな。あれは次の制覇が揮発か。この通りだ。重ねて頼む。力を貸してくれ。新たな世を作るために。揮発だな。武士の小彦殿、あなた新しい世の旗だ。絶対に死なせるわけにはいかねえ。そしてそして俺もまた死ぬわけにはいかねえんだ。お前たちを助けるまでは、友との約束を果たすまでは、絶対に死ぬわけにはいかねえんだ。大人殿、医者はどこだ。早く医者を。先生は小彦様。うるせえよ。うるせえよ。無声王様、無声王様、無声王様、ずっと探していた同じ瞳、同じ夢を抱いてる My friend。今日までの涙、今日からの笑顔、そのすべてを受け止めたい。朝の雨も夜の長い闇も、もう何も怖がらないで。僕はこの空のように君を その先に一体何があるのか。彼らの未来は何をもって彼らの未来となりうるのか。ついに全ての真実は原始天孫によって語られる。そして彼は全てを終わらせるために最後の決断を迫られる太公望の前に現れる。仙界伝封神演義第24回、原始天孫太公望に未来を見せること。ご覧あれ。